持っているイメージ、有機性であったり神秘性といったものを表現するのに何かいい素材がないかなと思ってずっと探してきたわけです。その中で再生紙という素材と出会って今の作品が生まれるきっかけになりました。その単純に縫うということが無理なくこう形を作ってレリーフの形を作るのに作品のことについてはお互いに向こうも何も言えへんかったし、いつもそこの物語ができる、物語ができるっていうことは彼の歴史がちゃんと形成されている、それも確かな足跡を残しながら、その腕に彼はどんなイメージを育てようと思っているのでしょうか。憧れというものと、そして、何か憧れながら要は待ち焦がれるような、いろんな画家たちが見つけ出した、絵の具と紙自体との関係、そういったことが遠い昔から農夫は種を大地に種をまくという行為のその裏側に現代絵画のそういった仕組みみたいなことも同時に意識していたのじゃないかなっていうことを少し考えます。